僕はエフラン大学在住二十歳実家住みの人生勝ち組なんですけど、僕パソコンでね、ポルノハブっていう、なんかヒカキンさんが副業でやられてるね、エッチなサイトをね、こうね、見てるときに、なんか、あ、ちょ、コンビニ来てなと思って、で、ね、そのままコンビニ行ったんですよね。パソコンでポルノハブ開いた状態で。で、そのことをなんか、外出てるときに思い出して、あ、やべえ、俺のパソコン今ポルノハブ開いてる。あ、これ、誰か家族入ったら俺戸籍変えられんなと思って、まあでも大丈夫やろ、入ってこねえやろとかってね、部屋入ってこねえだろとかって思って、そのままコンビニ行ってね、パーって家帰ってきたら、俺のパソコンのね、周辺のね、机周りがね、なんか綺麗になってたんですよね。はい、ってことで今回はですね、またもやちょっとね、まあ、危険な動画にはなるんですけれども、まあ僕といえばね、MW2 の、外薬武器研究所としてね、名を馳せてるわけですけど、まあ、MW2 の外薬武器といえばやっぱりショットガンが代表例として上がってくるわけじゃないですか。まあ、そんなね、外薬のショットガンを、まあ、またこうさらにね、超えてくるね、武器がね、登場してきたということで見つけてしまったっていうことでね、こういう感じの動画結構出してるからさ、お前ショットガンより強い武器何個あんだよっていう話なんだけど、今回はね、そんな人をダメにする、外薬武器をね、皆さんに紹介していこうかなというふうに思います。まあ、そのね、新たなる外薬武器が、こちらですね。これ、ついこの前ね、追加された、新武器のね、フルオートで撃てる、デザートイーグルっていうね、ってことで、僕今この動画ね、編集してるんだけど、すでにね、デュアルハンドが、ジャンヌさんとね、あと、グッピーさんがね、動画上げてるから、なんか俺がね、時代遅れみたいな感じになってるんですけど、いや、俺これ5月26日に撮ってるから、なんで、他のね、上げてる人はね、僕の、営業妨害ということで、なんかコメント欄とかでね、なんか、お姉さん、なんかデュアルハンドが今更紹介するとか遅くないっすかみたいな、言った人はね、全員、家族ごと殺す。これがショットガンよりも超えてくると、ただちょっと待って、なんかもうね、いろんな実況者がさ、なんかこれなんか弾少ないこれうんちじゃんとかって言ってるんだけど、本当にその通りで、まあこれ弾は実際に少ないんですよ。うん、で弾少ないんだったら、じゃあデュアルにすればいいんだと思って、今回はデュアルにしました。はい。ちょっとなんか形気持ち悪いんですけど、こんな感じで、ね、デュアルのね、アタッチメントしっかりとね、まあ、つけておいたんで、もうそうすることによってね、武器をもう一個増やすことによって無理やり弾薬をこうカバーするっていうね、もうパワー系のね、武器に生まれ変わりました。で、実際このデュアルハンドガンを使ってみた感想なんだけど、反動が高すぎてまともに使えないっていうのは、まあ98% ぐらいね、本当なんですけど、でも逆に反動さえ抑えてしまえばもうチートなわけですよ。これに関しては本当にショットガンより強いからね、多分。なんで今回使っていく武器は、デザートイーグルのフルオートのデュアルっていうね、もう、なんかもう、ほんと、気違いみたいな武器なんですけど、これを使って公開マッチで、まあ、部屋をね、荒らしていこうと思います。いやー、これ結構楽しみなんですよね。うん。僕、これ全然関係ないけど、僕、最近ね、YouTube ショートに力を入れていて、YouTube ショートこう、なんかバカすかね、これ動画なんか量産させて、なんか荒稼ぎしてるんですけど、ついこの前上げた動画がね、なんか知らないけど、150万再生ぐらい叩き出して、ええと思って、いや別に再生数買ってないからね、149万9000しか買ってないから、別になんかたまたま運よくなんかバズってなんか150万ぐらいいって、でなんかそれもね、コールオブデューティーヴァンガードの悪口を言うっていうね、そういうショットだったんですけど、その前にもね、2ヶ月ぐらい前にも同じようなね、ショート出して、それも100万再生超えてるんですよ。うん。でそのショットがどういう内容かっていうと、ヴァンガードの悪口を言うっていう。そうだから、実況者の人に言いたいんだけど、ヴァンガードの悪口を言うとミリオン再生になるっていうことで、もう本当にね、実況者の人はね、参考にしてほしいって言おうと思ったんだけど、コット実況者がまずいなかった。でもなんかマッチングするやつ全部クソマップなんだけど、これどうなったの。あ、てかそう聞いてるの、最近ね、セブンのね、この焼きおにぎりがね、めちゃくちゃ多い。あ、違う、マッチングした。クソマップ、クソマップ、もうこれなんだの。もうこれ本当このゲームマジひどくてさ、なんかこうマッチングかけるじゃん、でなんかおマッチングしたやったと思ったらタラクだし、でなんかんで、ま、クソマップ来た、電子ゴミ来たと思って部屋またね変えて、で、あ、マッチングしたなんだと思ったら、なんか高速道路来るじゃん。で、なんか、あ、もうこれクソだと思って。で、またマッチングし直すじゃん。で、次、部屋、マッチングした、なんだと思ったら、野戦マップ来るじゃん。もう、1万円返しちゃう、本当に。本当、このゲーム、マップ投票欲しいですよね。普通にさ、いい感じのマップが来たらね、このゲームめちゃくちゃ面白いんだけど、つまんないマップ来たら、本当、とことんつまんないから、もうびっくりするから、本当につまんないから、そう、それちょっとね、だいぶ致命的ですよね、と思ったんですけど、さ、なんだ？はい、クソマップ。お、来た。おー、おお、めっちゃ、おお、普通にいいマップ来た。寿司は米と魚でできる。
さあということでね、ショットガンを超えてくるこちらのねデュアルハンドガン使ってねやっていこうかなというふうに思います。これもただのデュアルハンドガンじゃないからね。デザートイーグルっていうね、もう一発一発がクソ重たいハンドガンのデュアルだからね。でしかもフルオートっていう、もうわけわかんない、もうチートなんですけど、そう、あのコールオブデューティーはね下位置するまでが1キルということで P90 もしっかりと持ってきました。ありがとうございます。下位置専用武器ですこれ。はい、でいるね。はい、これ見た、もう今のでもう、ちょ、結構やばいでしょ。本当にあの、この武器のあの、反動はやばいんだけど、もう多分、反動高すぎて、多分、さすがにマックス高いとかでも腕ちぎれるレベルで、本当にやばいんだけど、頭切れだこれマジで。まあ、ただ、敵がね、近距離に来てしまえば、もうこっちのもんっていうことで死にました。ショットガンと同様、敵がね、もう近くに来てしまえば、もうこっちのもんなんですよ。勝率 100%、レイリーです。あまりにもね、このデュアルハンドガンが強すぎたっていう、ほら、あまりにもね、このデュアルハンドガンが、もう強すぎたっていう、もうこれ、あ、したいか、これ、びっくりした。本当にやばいんだな、この武器。さ、今、さりげなく敵がいたんで、え、何してんのそれ。スルーされたんだけど、陰キャすぎて。マジで強すぎる、これは、さすがに。いや、本当にこの新武器のね、デュアルハンドガン、マジでね、みんな使った方がいい、MW2 やってる人は。うん、マジでおすすめ。あ、いや、まあでも、おすすめセットでも、なんか、これ増えたら逆に困るんで、やめてほしいんですけど。やばい。本当にやばい、この武器。壊れるよ、これ、本当に。あ、脳みそ、壊れる。あ、いた。当た、全然当たんないけど。うん、待って、もっとこのデュアルの強さ、見せつけたい。いますよね。もっとちょっとこのデュアルハンドガンのね、強さをしっかりとね、もう見せつけて、この動画を見てる人全員をね、震わせたいっていう、鳥肌立たせたいっていうね、気持ち悪すぎて。うん。右いるんで、ちょっとこれやりたい。やっちゃう。あ、行く。あれどこ、え、どこ、上、何しょお前はい、から P90 の下打ち、よし、1キル完了。後ろにもこれ、お、あのこれ本当にね、あのマジで、あの近距離中の近距離だったら、あの100億%の確率で勝てるんですよ。ただあのちょっとでもね、あの距離離されたらあの無理、うん、あの敵にソーシャルディスタンスされたら普通にあのこれ全然勝てないんで、うん、そこだけがね致命的っていうか、まあ、だいぶ致命的なんですけど、ほらもうこれもう全然無理でしょこんなもん。だから最近なんかアップデートでさ、なんかあのほらブライソン800のさショットガンあるじゃないですか、僕の愛用武器。僕はもう一番キルしてると言っても過言ではないようなね、あのショットガンがあるんですけども、あのそれがどうやらあのアップデートで強化されたらしいですねなんかびっくりしたって、なんかええと思って、弱体化だったら分かるけど、な謎に強化されたんで、つまり何が言いたいかっていうと、このデュアルハンドガンとショットガンどっちが強いかって言ったら、ショットガンの方が強いんですねこれ。うん、もうそういうこと、それだけ覚えてもらえるわ。 OK です。はい、あんまこの敵にマジでデュアル、おー強っ終わり。これちょっとあれかもね、あのシップメントじゃないとあの1キルもできないっていう、ちょっとそういう致命的部分が、まあ、あるかもしれないけれども、うん、まあでも理論上ショットガンより強いからね。でもお前なんかタイトル先とかなんか死んじゃねえか、死ねよみたいな言われるかもしれないけど、まあ、理論上ね、デュアルハンドガンの方が強いんで、はい、よろしくお願いします。どう距離詰める。はい、ショットガンのプロ行きます。はい、オッケー。夏からのまだ来るよ。あ行く、来る、来ちゃう。あ、よし、オッケー。妊娠しちゃう。あ、びしゃ、びしゃ、気持ち悪い。あ、きしょ。ヒカキンさんみたいな声出ちゃうよ、こんな。あ、いっちゃ、あ、気持ち悪い。こっち、ネトストしちゃうよ、これ。これ、いるんじゃない？どこ？俺、トラッカーってネトストつけてるから、ネトストパーク。はい、オッケー。はい、からの P90 で、下打ち。でもね、これ、デュアルにすることによって、マジで、あの、弾切れっていうのがね、なくなるから、なぜかって、弾が切れる前に死ぬから、そう、だから、この武器は弾切れをしない、理論上最強武器なんです。やばすぎでしょ。終わりやん。P90 の方が強い、マジで。オッケー、床をなぜカット。からの、まだ、これもう、ここで行ったら死ぬんで、今。もうこれだわ。これ立ち回りよっちゃマジで最強だな。本当にもういかに敵にねっとり近づくかっていう、このネトスト得意なやつであればあるほどこの武器は輝くんじゃないかなっていう。で上にいるんでちょっとネトストして、はい、ネトストいきます。あー、ナイスカット。いいね。からの虫のごとく上から降ってきますよと、無職が。はい、こんにちは。はい、オッケー、ナイスカット。からの顔面騎乗位してからの死んでいくと。ありがとうございます。なんか味方4人しかいないんだけど。ええ、ちょっと待って、味方なんでこんな少ないの。嘘でしょ。あれかな、俺のデュアルハンドガンの気持ち悪さにドン引きして抜けちゃったのかな。アナフィラキシーショックを起こして、やばい。よし、ということで今回も無事に敗北。どうなってんのマジ。皆さんもね、こちらのサブ武器使いたいという方は、ぜひともね、デュアルじゃない方をおすすめしますということで、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。バイバイ。